今日のインタビューはドラフト2ルーキーの河内晃祐投手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャンプが終わってこちら舞島に帰ってきて政党間での生活も始まっていますが、どうですかこちらの生活は。はい、そうですね、なんかまだ寒いなっていう感じで、去年とかやったら3月ちょっと暖かかったなっていうイメージあったんですけど、まあ、舞島はなんか寒いっていうイメージです。愛媛で高校時代過ごしていましたが、高槻出身の河内さんとしては、はい、大阪に帰ってきた方がこうなんかこうやりやすいというかホッとするような部分もあるんじゃないですか。そうですね、地元っていうこともあって、まあ、自分が試合で投げることがあれば見に来てもらえることもあると思うので、そういう部分ではもうすごく地元に帰ってきてよかったなと思います。プロの初めてのキャンプを2月に経験したわけですが、キャンプではどんなことに取り組まれていたんですか。はい、そうですね、やっぱりストレートを磨くことと、まずは体を大きくすることを第一に考えてやってたんで、まあ、キャンプでも体作りっていうのを意識してやってました。食事であったりとか、トレーニングのメニューであったり、高校時代とまた違うと思うんですが、そのあたりで何かこう、はい、違い感じた部分はありますか。そうですね、やっぱり高校の時はやっぱりご飯を食べる量っていうのが、まあ、こう合間のご飯っていうのがなかったので、まあ、今オリックスに入ってこう合間に自由にご飯が食べれるっていうのがすごくこう、まあ、高校時代なかったことだったんで、今こうお腹が空いたら食べれたりっていう、まあ、こうお腹空いた時に食べれるのがすごくこう、体が大きくするっていう一つの方法かなと思います。間食には何を食べてるんですか。まあ、おにぎりとか、そうです、まあ、バナナとか、まあ、ちょっとでも空腹を減らすために食べてます。他にも、バファローズのキャンプは A 組、B 組、全く同じ環境で練習しますから、プロの同僚のピッチャーを見て何か刺激を受けた部分、このピッチャーすごいなって思ったとか、そういう部分ってありますか。自分一回ブルペンで宮城さんの横で投げさせてもらったんですけど、はい、たまたま横で投げてて、で、まあ、こう視界に入るんでこう見てたんですけど、やっぱりキャッチャーミットに突き刺さるボールっていうのがもう威力すごかったんで、やっぱり侍ジャパンに選ばれて、やっぱり日本を代表する投手のストレートはやっぱすごいなっていうふうに感じました。まあ、まだ体力作りから取り組まれているということですが、河内さんピッチャーとして今河内さんの中で一番の武器って何だと思いますか。やっぱりまっすぐのキレかなと思います。まっすぐのキレっていう話ありましたけど、具体的にこう伸びがあるであったり、どんな特徴があるっていうのはありますか。そうですね、アウトコースのやっぱりツーストライク追い込んでからの、まあ、ここで決めないといけないっていう時のアウトコースのストレートっていうのは自信があるんで、やっぱりアウトコースのストレートっていうのが自分の持ち味かなと思います。河内さんがファームの公式戦でプロ相手にどんな投球を見せるのかなっていうのがまず楽しみなんですけど、その初のプロ相手の投球というところに向けてはどうですか。はい、そうですね、やっぱり自分はまっすぐを伸ばしていかないといけないと思うので、まあ、最初はやっぱりまっすぐ中心になると思うんですけど、やっぱり変化球も覚えないといけないですし、まあ、そこはまあコーチと相談しながら、まあ、まずはまっすぐを強くすることが一番かなと思います。変化球は現時点どんな球種投げてますか。カーブ、スライダー、スプリット、この3球種かなと思います。その3球種変化球の中ではどれが一番武器になると思います。そうですね、やっぱり全部こういつでもカウントを取れるボールにしないといけないと思うんですけど、やっぱり自分はカーブがちょっと特徴的なところがあるので、カーブでカウントを取れるとすごく自分の有利なカウントになるんで、カーブが入れば自分のまあ、有利に進めるかなと思います。カーブどんなところが独特なんですか。まあ、こう縦に落ちる感じなんで、まあ、こう横じゃなくてこう縦にドローンっていう感じなんで、自分はそこが特徴かなと思います。今年のこの河内投手、まあ、まだいろいろと体力作りされている段階だと思いますが、目標は何かありますか。そうですね、やっぱりシーズンの終盤に一軍登録されて一軍で投げるってことを最終的な目標にしているので、まあ、まずはストレートを強くして、2軍でしっかり活躍して、で1軍でっていうふうに考えているので、まずは2軍で結果出せるように頑張りたいと思っています。それでは最後にバファローズファンの皆さんに河内さんから一言お願いします。63番の河内晃祐です。
まあ、若手らしく元気よくやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。